ルルは順調みたいね。おお、スティア。スティアにいいお知らせ。多分だけど、この章を読み解いていけばフェルスガラクセンの奥に進めるようになりそうなんだ。まあ、それはよかった。さすがルルアね。かなり長く制御装置をほったらかしにしてしまってるから、何が起こるか全く読めないのだけれど、ルルアがいてくれてよかった。あなたに任せておけばきっと制御室までたどり着ける。本当にありがとうね、ルルア。気にしないで、スティア。だってスティアと私は友達だからね。友達のために頑張るのは当たり前のことだよ。うん。友達。あらあら、ずいぶんと仲がいいのね。ヒューヒュー。師匠、からかわないでくださいよ。ごほん。フェルスガラクセンの扉をどうにかするのは私の目標の一つでもあるんだもん。錬金術師として私は目標に向かって頑張るだけだから。ん？どうしたの、ルルア。まさかまたリドルが。うん、そうみたい。あれ、どういうことだろうこれ。え、なになに、なんて書いてあったの。それがですね、アーランドのアトリエに行けとだけ。ずいぶんと具体的な指示だね。アーランドのってロロナさんのアトリエだよね。うん、多分。まあ行ってみればいいんじゃない。今までだってリドルには助けられてきたわけだし、今回もきっと悪いようにはならないでしょう。うん、そうだよね。ありがとう、スティア。書き方はちょびっと気になるけど、お母さんのアトリエに行ってみよっと。ルルアちゃん、ルルアちゃん。あれ、メルルさん、どうなさったんですか。ね、ルルアちゃんにお願いがあるの。私をルルアちゃんの旅に連れて行ってください。急ですね。またどうして。単純な理由なんだけど、楽しそうだから。ルルアちゃんと一緒にいたらいろんな場所に行けて経験も積めるだろうし。なるほど。それならもちろんオッケーです。メルルさんがいてくれたらとっても頼もしいです。よろしくお願いしますね。うん、精一杯頑張るね。ありがとう、ルルアちゃん。よいしょっと。この音は。ポンホホーン。よーし、いい感じ。あとはもうちょっとで。
みんなの紹介は終わったから、次はお母さんの番だね。みんな、この人こそがアーランド一の錬金術師にして私の大好きなお母さん、ロロライナ・フリクセルンだ。よろしく、ロロナさん。ねえねえ、お母さん。お母さん、仕事が忙しいって聞いてたけど、アトリエに戻ってきたってことは。あ、うん。とりあえず、お仕事は一段落かな。ごめんね、結構時間がかかっちゃって。気にしなくていいよ。お疲れ様、お母さん。あのね、私ね、お母さんに話したいことたくさんあるんだ。みんなのこととか、リドルのこととか、家が私名義になっちゃったこととか。だから、いっぱいお話しよう。ね。もちろんだよ。本当に待たせちゃってごめんね。今、あって言った？あって何、お母さん？ごめん。まだ一つだけ依頼があるの。これから依頼人さんに会いに、議会に行かなくちゃ。依頼？それなら私も手伝うよ。私だって錬金術、上手くなったんだから。さあ、一緒に行こう。親子で依頼ポポッとこなしちゃう。ルルアちゃん、ありがとう。まあまだどんな依頼かもわからないんだけど、ルルアちゃんがいてくれたら頼もしいよ。それじゃあ、うん、議会に出発。きっとなんとかなるなる。ロロナ君、伝説の錬金術師にお会いできるとは光栄の極みだよ。依頼の件なんですけど。お母さんと依頼人さん話し込んじゃってる。ちょっぴり退屈。ん？困ったな。ですか？なんだかお困りみたいですけど。え？ああ、この前依頼で古の修道院っていう場所に行ったんだ。でもお化けがものすごくたくさんいて、コテンパンにされちゃったんだよ。このままじゃ依頼がこなせない。お金が、僕はどうしたらいいんだ。たくさん、それは大変ですね。どうしよう、お母さんと一緒に依頼をするか、それとも、お母さんのことだもん。私がいなくても絶対に平気なはず。それに困ってる人を放ってはおけないよね。よし、私は。ごめんなさい、戦略があるので。
わかりました。その依頼私がお手伝いします。え、いいのかい。でもあのお化けたちは厄介で大丈夫ですよ。こう見えても私錬金術師ですからね。任せてください。きっと何とかしてみせます。そうか、ありがとう。それじゃあよろしく頼んだよ。お待たせ、ルルーちゃん。さ、一緒に依頼を。ごめんお母さん、私別の依頼受けちゃった。お母さんみたいな錬金術師になりたいんだ。だからもっともっと頑張りたいと思ってて、そのためにごめん、今回はわがまま言わせて。ルルアちゃん、うん、わかった。そういうことなら私は何も言わないよ。ただ一回受けたら最後までやりきること、どんなことがあってもね、それが錬金術師の責任だよ。わかった。うん、ありがとうお母さん。それじゃまた後でね。あ、よかったのか。せっかくお母さんと一緒に旅する機会だったのによ。いいんです、この依頼が終わったら思いっきり甘えるから。さあみんな、とりあえず古の修道院に様子を見に行ってみよう。お母さんと一緒じゃなくてもきっとなんとかなるなる。よし、頑張るぞ。心の羅針盤の赴くままに。着いたぞ。ここが古の修道院だが、本当にお化けがたくさんいるね。ワクワクするよ。おお、なんだかフィクスさんが楽しそう。それでどうするの、ルルアちゃん。何にも考えてなかったけど、やることは一つです。とにかく倒す、倒して倒してはっ倒す、それだけ。なるほど、とってもルルアらしい考えね。そうかな、照れちゃうよスティア。ルルアちゃん、褒められてないと思うよ。まあシンプルでいいじゃねえか。よし、一匹残らずぶっ倒してやろうぜ。そうだね、お化けなら構わないだろう。ずいぶんと適当な。いや、今更か。よし、ルルア、行くぞ。おーや、覚悟してろよ、お化けども。
な、ルルア。あ、ニコさんも思いました。やっぱりそうですよね。かなり倒したはずなのに全然お化けの数が減ってない。周囲の解析を開始。1、2。そうね、実際さっきから数に変動はないわ。倒したと思ってもまた復活しちゃってるみたい。とても厄介だな。これじゃ倒しても倒してもキリがねえぜ。どうするんだ、ルルア。大丈夫だよ、きっと。いつもならそろそろリドルがパーって。あ、確かに今にリドルが。さて聞こうか。光ったか。おかしいな、今までこんなことなかったのに。どうするつもりなの。依頼はもう受けてしまったわけだし。うん、途中でほっぽり出すわけにはいかないよ。よし、こうなったら。おい、何するつもりだ。いきなりペンを出したりして。あ、まさか。そのまさかだよ。リドルに文章が浮かばないなら自分で書いちゃえばいいのさ。いくらでも湧くお化けを倒すにはこんな感じの道具が欲しくって。これじゃリドルじゃなくてただのアイデア帳ね。まあいいか。よし、出来上がり。多分こんな道具があればなんとかなるはず。作り方とか本当にできるかとかは全然わかんないけど、とりあえず考えをまとめてみよう。うん、なんとかなるなる。考えまとまった。はあ、なあルルア、どんなもんを思いついたか聞かせてくれねえか。もちろん。お化けを倒すための私の秘策はズバリお札です。お札。お札ってあれか、ご利益がどうのっていう。貼り付けるとお化けを封印できるお札を考えてみたの。今回はリドルじゃなくて私が考えたものだから本当にうまくいくかはわからないけど、何もしないよりはマシなはず。うん。きっと大丈夫よ。だっていつも頑張ってるルルアが考えたものだもの。そうだよ、ルルアちゃん。ルルアちゃんだって錬金術師として成長してるんだから。ほら、もっと胸を張って自信を持って、私のレシピは最高だって。うん、よし、じゃあ早速調合してみちゃおう。よし、完成。お化けを封じるためのお札。リドルに頼らず道具を作るのって新鮮かも。でしょ。でも本当にすごいと思うわよ。何もないところからレシピを考え出すなんて。成長したわね、レルアちゃん。偉いぞ。師匠。うん、ごはん。まあまだわからないけどね。道具は使ってこそ価値のあるものだから。さ、古の修道院に出かけましょう。
ルルアちゃん考案の道具試してみないとね。はい、よし、多分きっとなんとかなる。